ドリス・ロイトハルトは、スイスの政治家、法律家。2006年から2018年まで連邦参事会に、加わり、その間、経済担当参事を務めた。2010年度と2017年度の2回、連邦大統領を務めた。1999年から2006年まで、国民議会議員を務め、2004年から2006年までは、スイスキリスト教民主党党首を務めた。 ジョゼフ・デス・サンジの引退を受け行われた2006年6月14日の選挙でロイト・ハルトが234票中133票を獲得し109人目のサンジになった。選挙では慣例上引退したサンジと同じ言語を話す議員が選出されるがこの場合ですはフランス語話者、ロイト・ハルトはドイツ語話者であった。2009年度は副大統領を務め、 翌2010年度の大統領就任が確実になった。スイスでは連邦参事会が国家元首とみなされているが、ロイトハルトは大統領として民主主義国家の国家元首が取り行うような職務をこなした。スイス政界のトップとして有事の際には独断で行動できるようになったが、同廃中の第一人者として6人の同僚以上の権力は行使しなかった。 2010年11月1日から、モーリッツ・ロイエンベルガーの公認として、環境、交通、エネルギー、通信省も兼務している。2016年度は、再び副大統領を務め、同年12月7日に、次期大統領に当選。2017年度に大統領を務めた。2018年度をもって、連邦参事会を退任。ありがとうございます。